可愛いでしょ。まあなくすこともできちゃうんですけど。そうで、ママにそっちの方がいいじゃんって言われた。そう。あとね、まつげパーマ行ってきました。見えるかい。明日のライブに向けて。次のシングルのオンラインサイン会応募して。ああ、ありがとうございます。そう、オンラインサイン会と、あとなんだっけ、オンラインサイン会と手形会と、あとなんだっけ、抽選会が今回のシングルあるらしいです。楽しみですね。こんばんは。髪短くしたわけじゃなかったですか。短くしてません。切らないかな、もうしばらくは。伸びちゃったしね、結構。ここまで伸びちゃうともう切りたくなくなる。なんかここぐらいだとさ、あ、切りたいかもってなるけど、ここまで伸びちゃうともうとことん伸ばしたくなっちゃってる今は。こんばんは。腰くらいまで伸ばす。でもポニーテールが可愛くできるぐらいに伸ばしたいから、もうちょっとかな。って言っても成人式のために伸ばしてるぐらいなので、そんなにめちゃめちゃロングにしたいわけでもないけど、普通ぐらいにしたい。今ねポニーテールするとねちょっと短いんだよね。もうちょっと必要なんだ。そう、まだ足りないの。こんばんは。暑い。今はね、どれぐらいだろう。わかんないんだよな。わからん。不明。だいぶ長い。でもだって後ろに手、背中に手さ置いたらさ、髪の毛触れるもん。だいぶ長いよね。そう、もう1年切ってない。こんばんは。そう、めちゃめちゃ長いんだよね。ツアー頑張ってね。ありがとうございます。頑張っちゃう。明日も、まあ、もう今日も夜ご飯にお寿司食べてきたし、まつげもね、まつげパーマに行ったし、もう頑張れる要素しかないかも。昔から長い髪型好きなの。うん、昔からね長かったんですけど、試験に入って
2020年の頭にバッサリ切ったんですけど、一回ね。でそこからずっとじゃないけど、割と短い期間が1年ぐらいあったのかな、短い期間があって、今って感じ。もう髪の毛ってでもさ、なんか1ヶ月に1センチ伸びるらしいんですけど、なんか割と1センチってこんだけしかないからさ、そんな変わんないわけよそんなわかんないわけよ。そう、そんなあれだから前もって伸ばしておかないと、いざさ、そう、長いのが欲しいってなった時に困っちゃうから、とか言ってエクステつけたくないんだよね。そう、なんか普通のさ、インナーカラーとかのエクステはつけたいけどさ、その地毛とかを伸ばすためにさ、エクステつけたくはないから、ちょっとなんか抵抗があるっていうかそうだから、うん、だったら頑張って伸ばすかなって感じですね。こんばんは。上田は髪の毛長い女の子が好きです。そう、振り袖さあ、そう、最近めっちゃまたカタログが届くんだよね、自分の家に。なんか大人になったなって思っちゃうよね、カタログが届くようになると。ウフフ、分かった時に DM でお知らせしたら探してくれる？もちろん探しますよ。でも決まってるんでしょ？うん、もう決めてある、振り袖。探せるか、わかりますよわかりますよ、探せますよ、余裕ですよ。何言ってんの、探せますよ。うん、でもね、まだね、そう、先月末にまだ10分長屋経ったばっかりだから、なんとなく分かるし、この間もね、現地リハあったからなんとなく分かる。なんかずっと経ってなくて、久しぶりに10分長屋行ったりすると感覚が分かんないけど、そう、最近は現地リハもしたし、バッチリです。ジャンブーチはまた出ないかな。ジャンブーチはここにありますよ、これジャンブーチはの美女さ、あんまり好きじゃないんだよね。この日のさ、顔がさ、なんか気に入らない、撮り直したい。なんかこんばんは、明日楽しみです、ゆずも。でもなんかさ、ZIP 名古屋っていうに立つ感じが全然しないのよ、実感が湧かない。楽しみなのはあるんだけど、全然楽しみだけど実感が湧かない。どうしましょう。そう、みなるさんがそう選んでくださったのは知ってるんだけど、この日の顔がさ、もうダメだったのよ。そう、なんかさ、ジャンボ打ち合いになるって知らなくて、その日の撮影のやつが。そう、でもグッズになりますよって言ってたから、生写真とかかなと思ったら、結構大事なジャンボ打ち合いだったでもうちわでいい顔でさ、撮れたことないんだけど、今まで。こんばんは。
今日はゼップ名古屋の明日の練習しようと思ったけどさ、なんか寝てたらさ、もうこんな時間もうこんな時間でした。気づいたら、もう明日なんだね。そう、ほんとそう、びっくり、早すぎない？リハーサル全然してないとかじゃないからさ、全然別にそんな緊張とかはないけど、なんだろうね、今日は寝れるのか。え、松葉で寝ちゃいました気づいたら寝てた、寝てたよね、爆睡してました。でも眠たい明日って配信あったよね、昼よりどっち見た方がいい、どっちもって言いたいけど、どっちかしか見れないんだったら夜かな夜かな、どっちかしか見れないならね。でもどっちも見た方がいいと思います。こんばんは。夜かなって感じですかね。こんばんは。ショールーム朝やの、そう迷ってんの、起きれない気がするんだ、だから明日夜やるわ夜やるわ、明日起きれない気がする。夜感想いっぱい聞きたいしね、当日のうちに夜聞くね。こんばんは。でも明日が終わったら次の日は鉄菜のリハでさ、その次さ鉄菜でさっていうスケジュールなんだけど、大丈夫かしら。こんばんは。なんならもう寝れそうなぐらいちょっと眠たいけど、さすがにそのまだ寝ないですけど寝ないですけど、まだ何曲か踊ってこない、踊っとかないと不安だわ明日の曲ね。こんばんは。そう、刹那が終わったらすぐエスコエなんですよ。そう、そうなの、そうなんです、なかなかのスケジュールで こんばんは。日付変わる前には寝れそう。え、寝ないです、そんな早くには。逆に日付変わる前に寝ようとすると寝れないんだよね。まだ寝ちゃダメだってなっちゃう、体が。携帯触ってたらさ寝れんのよ寝れんのよね。もうしばらく寝てないかも、日付変わる前とか。こんばんは。ゆうた、ありがとうございます、ありがとう。次シングルのトーク会まだ発表されてないけど、もしあったらまた衣装借りたりするのか。全然しちゃう。そう、今回のね、明日のライブでね、借りたい衣装2着ぐらいあるんだよね。
絶対それ着たいんだ。あとは夜風とかも着たいし、あとなんかあったっけ、あ、アメピだ、アメピも着たいんだ。アメピ可愛くないって考えてたらもうさ全部衣装になりそう可愛い衣装が多すぎて。あ、嵐からのくるぶしはでもロングトーク会で着るからなと思って、そうだから迷い中。こんばんは。人気衣装だと抽選抽選はないけど、今まで1回だけダメですって言われたのがあれ、逆転王子様無理ですって言われた。そう無理ですって言われて、なんでですかって言ったら、あの他のグループに衣装があるから無理ですって言われた。他の公演、他のグループの公演で使ってるから借りれませんって言われた無理らしい。めっちゃ可愛いのにさ、あの衣装もう私も着る気満々すぎて、めっちゃ可愛いしさ、めっちゃあの衣装好きだから、そうめっちゃ着れると思ってたのにさ、突然着れないですって LINE 来てさ、まあ仕方なく片ファイにしたんですけど、そうそう、逆トーンさんもめっちゃ可愛いんだよね、ピンクでさ、ピンクのチェックのアイドル。こんばんは。最近そういえばゆずのお気に入りの髪型やってないな、やらなきゃやらなきゃ。やらなきゃやらなきゃ。こんばんは。どれ？もうマジ許せない許せない。私のお気に入りの髪型知らないの？めっちゃ言ってんじゃん、いつも。いつもこれは言ってるじゃんどこでも言ってるじゃんこんなの。私はもうこの髪型を一生やり続けて、なんならもうこれはこの髪型といえば私って言わせたいぐらいやりたいんだよ本当はね。ポニーテールなわけないでしょ。ポニーテール最近やったしもっとやってないし、その髪型やってないし。なんで知らないの？あれだよね、あれです、あれです、あれです。一番最近いつやったかって言われたら重ねた足跡でやってるかもしれん、わかんない、もう覚えてないんですけど。なんでわかんないんですか、みんな、みんな誰も正解してないじゃないの。なんでよ。それしかやってない時あったよ、一時期それが好きすぎて大体なんかこれなんかもうなんていうの、
ここぞって時にめっちゃやってる。正解はね、ミナルンさんの卒コンの1日目とか、シークレットトレインの公演とか、新世代コンとかの時にやってるやつですね。髪型めっちゃ可愛いんだよね。あとね、あれもやってる、愛を君に危ぶ国の MV でもやってました。こんばんは。思ってた通りだった。嘘。でもね、その髪型のね、正式名称わかんないんだよね。いつもあれやってくださいって言うと、たまに通じるメイクさんがいるのよ。あ、あれねっていうメイクさんもいるんですけど。まあ伝わんないから、そいつもこうやってやってこういう風なんですけどって説明すると、ああなるほどって言ってくれる。でも自分でやろうとしたら絶対難しいんだよね。まあできないんですけど。でもポニーテールもね、なんかね、定着させたいんだ。そうだから本当に最近ポニーテールやり続けようかなって思ってるけど、ハゲそうで怖くてできない。こんばんは。まあ明日の髪型はもう決めてるんですけど決めてるんですけど、こんばんは。ユニットも楽しみ、ゆずも楽しみ、めっちゃ楽しいんだよねユニットやっててめちゃめちゃ楽しいのよ。早くやりたいもん。明日はでもちゃんとあの推しメンのこと見てないと、多分途中であれどこ行ったどこ行ったってなるから、マジで見といた方がいいよ本当に。現地にいる方は特にだけど、配信の人はまあしょうがないよ、もうずっとさそのメンバーをさ映してるわけじゃないからあれだけど、現地にいる人は本当に一瞬たりとも見ておかないと、へえどこ行った、いないよってなっちゃうから気をつけてね。じゃないと推しメンのかっこいいところとか可愛いところが全部見れないですよ。だからちゃんと見ておきな。私でさえもフリー V 見ててさ、あれ今自分どこにいるんだろうってなる時あるから、本当に見ておきなね。こんばんは。足がしびれる。ゼロポジ見てきました。わっ、ありがとうございます。
そう、昨日なんか見た、私も多分同じやつかな、放送と同じやつが映像で送ってくださって、スタッフさんが見ました。多分同じやつかな、わかんないけど、まあ、同じやつ流さな、同じやつじゃないわけないか、多分同じやつ見ました。いつもルカさんが可愛かったルカさんが可愛かった。こんばんは。いや、知ってたから別にいいんだけどさ、マジさ、リハ終わりドスッピンの汗だくの私がさ8秒映っててすごく嫌だったんだけど、マジ今かと思って、もうみんなさやってたからさ、何するかさ察してたのよ。だから心の準備はしてたけども、しっかりなんかリハ終わりのさ私を映されてて、ちょっとなんかそうだ、ミヤマルとかさバチバチにメイクしてたじゃん。絶対ミヤマルはさメイクしてなかったら嫌ですっていうタイプだからさ、まあメイクしてんだろうなと思ってたけどバリバリ言うとすっぴんだったんですけど、まあいっかまあいっか。まあもう放送されちゃったものなので仕方ないですけど、こんばんは。そういう時嫌ですって言えないタイプ、言わないけど、言わないしめんどくさい、どうせ朝から撮るからまあいっかってなっちゃうタイプそっちタイプかも、どちらかといったら。こんばんは。こんばんは。やっほー。未完全の密着もやったの、まだやってないんですよ。スケジュールがなんとかって言われてから2ヶ月ぐらい経ってる。忘れてないよね、もしかして。未完全のスタッフさんたち、私勝ったんだけど、未完全バトルなんだっけな、5月の、あ、そう、初日だ、初日の日にさ来てくださってて、未完全のスタッフさんが、でももうその時にはなんか企画のアンケートとかを全部出し終わった後だったから、なんかもういつやりますかねみたいな感じの話はふわっとしてたんですけど、そっから話進んでないんだよね。大丈夫かなまあきっと大丈夫だろうけど。この間生配信しててちゃんと把握してましたよ。お、初めて聞いたんだけど、その情報ありがとうございます。こんばんは。企画提案とかするの、え、一応アンケートが来て、どういうのがやりたいですかみたいなのは全部書きました。自分が気になるものとか、気になるものっていうか、なんかちょっとでもなんか気になってることとかあれば全部書いた。まあ、いや、その時の自分だから、あの今の自分とは変わってるかもしれないけど、とりあえず全部書いたつもりで、割とゆずがやりたいものどうですかねって言ったら、結構割と前向きな回答が返ってきたから、ワンチャンそれかもしれないけど、ちょっと分からん分からん。
まだどうなるかなって感じです。もう10時だ。早っ。あっという間。早いですね。最近人生が進むの早い人生ね、わかります。いつも早いなって思ってる。今年入ってからかな、本当に早いよね。なんか本当ちゃんと1ヶ月経ってるってぐらい、1ヶ月が本当1週間ぐらいの感覚だもん。めちゃめちゃわかるよ。特に3月4月あたりかな、3月4月あたりから本当にめっちゃ早くて、個人的に毎日が本当病なんだよね。すごくなんか嫌だ。だってもうさ、今年も半分終わってさ、もう7月でしょ。で、それを7月ももう終わろうとしてるわけじゃん。やっぱ嫌だな。コロナで数年ゆっくりしてたから余計にか、いやそれもあるのかな。でも本当に早く感じるの、なんかなんでだろう。普通に去年までさ、全然そんななんか早なんてそんな思ってなかった、思ってたけど、なんかそこまでそんなことなんか言うて、そんな感じ、そんな早いっけみたいな感じだったけど、本当になんか早すぎて今年ちゃんと自分大丈夫かなって思ってきたもん。本当に病。こんばんは。充実してるからでは、まあそれだったらいいけどね。マジで早い。悲しいぐらいに。美味しい。こんばんは。で眠たい。あー、ギフトありがとうございます。ありがとう。ハートがたくさん。歌が上手いな、ハッチキゼップで初めて知りました。ありがとうございます。まあまだまだなんですけど、難しいよね。なんかさ、歌って練習しないと上手くならないのにさ、自分の声が嫌いすぎて練習するのが嫌なのよ。でもさ、練習しないと上手くならないのさ、もう無限ループそう、なんか本当にそう。しかもなんか練習するときに本番用の音源が来なくて、カラオケの、そう、カラオケの本番用の音源が来なくて、前日本当に本当来なかったの。ボイトレの日までに来なくて、ボイトレ2回あったんだけどどっちも来なくて、結局なんか柏木由紀さんが原曲の曲を流しながら歌ったから、本当になんか自分合ってんのかなって歌いながら思ってて、結局なんかちゃんとなんか練習したみたいな感じがなかったんですよ、本番まで。そう、だからめちゃめちゃ不安だったね。
そうカラオケ用のねそう音源がなかったの。そうワンちゃんサブスクで解禁されてないかなと思って探したけどなかったし、そう YouTube とかもさ全部なんか本番用の映像とかしかなかったから、でも昨日のゼロポジでさしっかりルカさんが映ってて可愛かった。そうなんか本番が終わった後にすごいなんかすごかったよみたいな感想を言ってくださって、そう映ってるかなってちょっと期待してたけどめっちゃ映ってた。可愛かった。お弁当めっちゃ美味しそうだった。お弁当美味しかったです。あのお弁当なんかたまに出てくるんですけど、あの日はねどっち食べたかな、すき焼き食べました。美味しかったです。明日は何の差し入れがあるかな。コンパルがあったら飛び跳ねちゃう。コンパル大好きだからコンパル食べたい。あるかな。コンパル美味しいの。うん美味しい。ルカさんが劇場で出してほしいって言ってたけど出してほしい。でも劇場公演の日あんまお弁当食べないんだよね。自分で買ってくサラダとか食べた方が調子がいい。この間初めてお弁当食べて公演したのよ。重ねて足跡こあとあ重ねて足跡公演と運動量が違いすぎてマジで頭4曲で吐きそうになった。マジで吐きかけたらもうここまでここぐらいまでいたもん。マジで本当にそうマジでもうやばかった。本当に気持ち悪くて早く水が飲みたくてしょうがなくて、もう自己紹介終わってからもう早く吐きたい早く吐きたいってずっと思ってた。だからもう食べないと思います。だから本当にさなんかマック食べて公演してますとか聞くとさへーってなっちゃうのよ。もう胃もたれするじゃんそんなの。マック食べてたらそう吐いたら伝説だった。いややだでしょそんな。私がそのアイドルの発揮事情とか聞きたくないんだけど。やだよ求めてない求めてない。やだやだ。なんか空腹すぎるのもさすがに良くないけど食べ過ぎなのもやっぱ良くないから、なんか自分は本当に味噌汁で頑張れる体かもしれない。そうそうこの間しかもなんか唐揚げ食べたんですよ。唐揚げ食べてマジで吐きそうになった。唐揚げ2つ食べたのかな。そうやばかった。もう食べません公演前に唐揚げは。もういいです。でもね最近なんかポカリが美味しいってことに気づいて、あんまりポカリとかアクエリアスとか飲まないようにしてたんですけどめっちゃ美味しいねポカリ。びっくりした。この間公演中にポカリ飲んでポカリ美味しすぎてこの一生飲んでたいと思ってた。唐揚げは何、あお腹に残る油がねわかる。なんかねずっとなんか胃もたれっていうかなんて言うんだろう、なんか気持ち悪かった。とりあえずなんか水を飲んでもなんかなんかすっきりしない感じ、なんか胃がムカムカする感じがちょっとしてましたねずっと。そうなんかその成長期とかに成長期とか身長が伸びる時期にそういうポカリとかアクエリアス飲むと身長が伸びにくくなるよっていう情報を聞いてからもう飲まないって決めてたんですよ。
そうだけど、この間やっと初めて飲んだのね。もうポカリ飲みなってスタッフさんがね言ってくれて、それを飲んでからもう美味しかった。こんばんは。ソルティーライチハン、あ、美味しいやつ大好き。美味しいよね、ソルティーライチ最強に美味しい。今日は前髪を切ったよ。もう14分だ。早っ。30分になったら終わります。こんばんは。うん、なんかこの後練習できるから、なんかしたくなくなってきた。そう、もうさ、現地リハしてからさ練習してないんですよ。さすがにやばいよね、踊っとかないと。怖っ。明日の昼は B 列だから楽しみ。わっ、近いじゃん、 B 列だなんて。ちょっとだけ踊りたいね。そうだね、苦手な曲やっとこうかなって感じ。こんばんは。手堅くやった3回申し込んで、ありがとうございます。ありがとう。手堅くやったかも、何回目って感じじゃない。緊張で席開くにまだしてない。してください。してください、してください。楽しみ。ゼップ名古屋。明日は11列目らしい。 K？ そう、8期のゼップの時もさ、ママと妹来てたんですけど、結構いい場所で見てた。結構いい場所で見てた。で、なんかプチエピソードなんだけどさ、これ多分話したことないから話すんだけど、なんか妹が来てて、で会場が寒かったらしいのね、ゼップの。なんか客席が寒かったみたいな。そう、寒かったって言ってて、帰って、なんか
終演後も待っててくれたんですよ、ゼップで。それでちょっと写真とか撮ったりしてて、そうなんか寒かったって言っててね、帰って帰り道にアミのパパと会ったんですよ。でなんかすごいみよまるになんかみよちゃんすごい良かったよみたいな言ってたから、あこれは一人ずつ感想言ってくれる感じかなみたいな。で私目があったのよ、アミのお父さんとね。そうだからすごいなんか言ってくれるんかな、ゆかずの感想とかかなとか思ってたら、なんか妹のが座ってた列の後ろにいたんかな。なんかなぜか妹が寒そうだったよっていうなんか謎の情報を教えてくれて、私の感想は言ってくれなかったっていう妹さん寒そうでしたよって言われたそう私じゃないんかいみたいな、私が出てたんだけどなみたいな、そうそう寒そうでしたよっていうなんかよくわかんない感想言われて、あそうだったんだみたいなそうだからみよまるにすっごい感想言ってたの、なんかみよちゃんすごいかっこよかったしよかったよみたいな。そうだからもうでこれは言ってくれる流れじゃんと思ったら、なんかまさかの妹の心配っていう、ちょっとよくわかんないいやおもろかったからいいんだけどさおもろいよねそう相当寒かったのかなおもろいよね。こんばんは。面白すぎるエピソードでした。アミパパどんな人？オタクって見た目でしたなんか好きそう、アイドル好きそうみたいな見た目が出てた。でもめっちゃ優しかったよ、すっごいなんかアミのこと大事に思ってんだろうなみたいな感じの印象。めっちゃ優しかった。だって帰りも待ってくれてて、結局なんか別々で帰っててなんかよくわかんなかったけど、そう一緒に帰るために待ってたんかなと思ったら、結局なんかもう別々で帰ってた。同じ場所に帰るのにさ、結局別々で帰るってよくわからんいやまあいいんですけどこんばんは。でもスーツ着てました、多分お仕事終わりだったのかな でもなんかめっちゃ楽しそうに話してたから、そのメンバーとのね、あの8期と、本当に好きなんだなと思って、アイドルがいいことじゃない、家族揃ってアイドル好きってめっちゃいいことじゃん。普通ならさ、どっちかが好きだけどどっちかは嫌だみたいなさ感じじゃん。それが同じ趣味があるのってめっちゃよくいいことだよね、羨ましいよ。石黒家はどうなん？石黒家みんなバラバラ、好きなものが何も一緒じゃない。ただなんか不意にあ家族だなみたいな時があるけど、うん、ほんと不意にって感じです。そんななんかみんな共通の趣味があるとかではないかも。
幼少期から SK を見せる英才教育。でもすごいめっちゃ良くない？だってさ、普通にすごいよね。ちっちゃい頃からさ、アイドル SK を見ててさ、今自分がそのグループにいるんでしょ。めちゃめちゃすごいことで、入りたいと思って入れる場所じゃないじゃん。そう、別に習い事じゃないしさ、だって入りたいって言ってすぐ入れるものでもないのにパッて入っちゃう、すごいよな、かっけえ、めっちゃすごくない？こんばんは。それはゆずちゃんもやで。ゆずちゃんは別に知らなかったもん、フォーティエイトグループ。そんなに知らなかった。一時すごいなんかビギナーで知ったんですけど、 AKB さんを。それと同時に K-POP が流行ってて、そっちに流れちゃったのゆずそう、そっちに離れちゃったんですよ。そう、なんかいとこがさ2人いてさ、一人は AKB が好きで一人は K-POP 好きみたいな感じで、どっちからも情報を得てたのよ。そうで、結局カラーとか、あの少女時代に流れちゃったそう、今でも聞くぐらい好きですねやっぱミーハーはそこから始まってたかも。今もミーハーだけど、そう、変わらずミーハーなんですけど。こんばんは。そうだから本当にそっからもう、でプラス習い事とかも忙しくて、そんなになんか世間のこと知らなかったのよ。テレビも別に見る子じゃなかったし、そうだから全然アイドル好きなわけじゃなかったし、なんならなんだろう、なりたいって気持ちなんてなかったでも2000何年だっけ、15年とかかな、朝ドラがすごい好きだったんですけど、朝ドラの主題歌が AKB さんの365日の紙飛行機で、なんていい歌なんだと思って、そっからまたちょくちょくって感じ。でも本当にオタクって感じじゃなかったから、トーク会とかも行ったことないし、握手会か行ったことないし、劇場公演があるなんて知らなかったし、コンサートとかも別に見るような子じゃなかったから、うんって感じ。こんばんは。ノリでオーディション受けたのノリっていうか、あのママが応募しました。知らない間に写真撮られて、知らない間に送られてて、気づいたら一時通りましたっていう紙が来て、そのまま二次審査行って、面接でも受かっちゃって、で次ダンスと歌やって、今これ今ここって感じですでもダンスが思った以上に踊れなさすぎて、まあ習ってたんですけど、マジで踊れなさすぎて、あこれダメだわって思ったのよそうパレオだったんだけど、最終審査のダンス曲が、そう思った以上に踊れなさすぎて、そうびっくりした、自分でも、え私ダンス習ってるよなって思ったもん。それぐらいにパレオでさえ難しかったし、歌もなんか最後まで歌わせてくれないんですよ、オーディションって。多分なんか途中で切られるんですけど、サビ前で私切られたのね。そうだからすごい切るやんみたいな、サビめっちゃ練習したんだけどみたいな思ったけど、
そう、サビ前で切られるっていうめっちゃいいとこで切られた思い出。のど自慢スタイル、まあそれそんな感じですかね。そう、でもなんかあのね、なんだっけな、本当にそれがどうかは分かんないんだけど、岩田さんが目の前にいていろいろなんか会話をするのね、なんか今日はどんな感じでしたかみたいな。そう、それをなんかした覚えはあるんだけど、どんな会話をしたか覚えてないんだけど、最後に岩田さんが紙を見て何かを書くところが見えたの、私には今でも覚えてるんだけど、それだけはね。そう、丸って書いてたのよ。でそれが本当にその合格の丸なのかは知らないんだけど、で丸を書いてたのが私には見えたのね。だからその時に、あ、もしかしたらこれいけるかもって思った自分がいて、でもなんて言うんだろう、そのオーディションを受けたのもこれが初めてだったから、そのなんか落ちたところで多分悔しいって思うかも分かんなかったし、なんだろう、自分にはまだ分かってなかったのよ、その最初に初めて受けて、そこから初めて受けて初めて受かるっていう凄さが。だってもう周りにはさ、もう何回も受けて落ちて繰り返しの子しかいなかったの、8期は特にね。だから4人5人ぐらいしかいなくて、初めて受けてから受かりましたっていう子が。そう、だから本当にみんなもう泣いててそう、だから私は、え、なんで泣いてんだろうみたいなタイプだったから、なんかめっちゃ覚えてます、懐かしい。ところどころ覚えてる、全部は覚えてないけどね、懐かしい。その頃から森泣かないタイプだね。泣かなかったね、全然。なんか涙も出てこなかった、なんか逆にびっくりしちゃいすぎて、どうしよう、受かっちゃったみたいな感じでしたすぐにママに電話したの覚えてる、まあゆず受かっちゃったママってめっちゃ覚えてます、すぐ電話したどうしようって。そう、ママも受かると思ってなかったしさ、お父さんが会場まで送った、あ、たけしだ、たけしが送る、家族が来てくれたんだけど会場までね、最初に。そう、まあきっと受からんから、まあ楽しんでいきなみたいな楽しんでこやって言われて、うん、分かったってそう、行ってくるねって言って、そう、花坂タイムズ見てたの車の中で、めっちゃ覚えてる。花坂タイムズっていう、名古屋のテレビなんかな、分かんないけど、花坂タイムズ見ててさ、そう、会場着いて、じゃ行ってくるわって言ってめっちゃ懐かしい、こうやって話すと。やっぱ名古屋のテレビだ、そう、めっちゃ覚えてるフ32分超えてるやないの、40分になったら終わろ、いい話、これいい話、これで、そのママもうっそーみたいな、本当にみたいな感じだった最初は。そう、帰りにお寿司食べたのが思い出です、お寿司連れてってもらったでもなんか受かんなくても受からなくても、まあ頑張ったし、お寿司食べに行こうってそう言ってくれてたんですけどそう、食べに行きました。受かったこと友達とかに話したの？いや、話さなかったですね。オーディション受けてるのも言ってなかったかな。
本当に仲の良かった子が2人いて、同じクラスだったんだけど、中1の時のその2人だけに話したけど、受かったとかは言わなかったかな。後々なんか分かることだし、別に自分から言うことでもないかなと思って。そう、私なんか性格上そんなに自分から言えるタイプじゃなかったから、見た目的にも「えこの子が受けたの？」みたいな見た目してたし、そんなになんかクラスの中心にいたわけでもなかったから、ほんと地味なやつが受けたみたいな、そう、そうなってたから、そう最初びっくりされました。意外だねって言われた。全然受かる、なんかアイドル好きだったんだみたいな、めっちゃ言われました。めっちゃ覚えてます。あ、でも最初に先生に言いました。先生と校長先生とかいろいろ集めてもらって言いました。ママと二人で学校行って受かっちゃいましたって言って、あ、そうなんだみたいな、頑張ってねっていう感じだったかな最初は。でも最初習い事があるって言って早退してました。中学校授業とか1時間だけ行って帰ってきたりとか、4時間目まで行って帰ってきたりとか、そう、そんな感じだった。懐かしい。なんか、そう、なんかよくあるじゃないですか、学校側がさ、ダメですとかさ、そういう学校とかもあるから、もしダメですって言われたらどうしようと思って何も言わずに受けちゃったもんだから、もう私もね、そう、でここで言われたらどうしようと思ったけど、全然そんなことなかった。なんなら中学の先生めっちゃ公園行きたいって言ってくれてるんですけど、なかなかタイミングとかが合わずで、まだ見てもらったことがなくて、学校との両立で大変だったこと何か覚えてる？なんだろうな、授業が分かんなかった。とりあえずなんか行っても意味あるんかなと思いながら行ってました。中学校特に行っても別に変わんないやんこれみたいな、なんか寝てたなずっと。でも先生が優しすぎて、めっちゃ保健室で寝てきなよっていう先生とかもいたから、もう堂々と保健室で寝てた時もありましたね、1時間。私体育はずっともう見学でした。怪我したくないんで、させて見学させてくださいって言って、受かってからは体育参加してません。そう、こんな感じでした。先生招待公演、何それ、楽しそう。そう、中3の時の担任の先生が、妹も中3の時にその人が担任の先生だったんですけど、めっちゃおもろいのよその人。ももたん卒業式校長先生にサイン書いたって言ったけど、そんなことあったなかったですね。卒業式終わって10分で帰ってきたので、誰とも写真撮らず帰ってきました。もうほんと集合写真だけ。早く帰りたくて仕方がなかったので、卒業式とかもうなんかだらだらさ、2時間とか3時間とかいる人いるじゃん。そう、書いてない。なんかアルバムのなんかそういうさ、メッセージを書きましょうみたいな時間ってあるじゃん。私その時にもいなかったし、個人写真とかも結局なんか写真館で撮りに行ったの、一人だけ。その日に学校行けなかったから、そう、だから勝手になんか一人で行っちゃった。そう、写真館で撮りに行きました。でアルバムも卒業式当日にもらったから、誰も真っ白、誰にも書いてもらってないし、誰にも書いてない。こんばんは。
でもさ、あんまり自分からサイン書くよなんてならなくない？恥ずかしい、そんな言われないと書きたくない。お母さん大学帰ろうって帰ってきたんです。私もなんかそういう空間が苦手で、なんかいつ帰るのかわからない、あのタイミングが。なんかわかります？いつ抜け出したらいいかわかんなくなる、あの感じ、卒業式の。それが嫌いすぎて、もう早く帰ろうねって最初から言ってたんですよ。そう、だから本当に早く帰ってきた。本当にもういつの間にかいなくなってるやつ、私です、それいつの間にかいなくなってました。そう、なんかあのさ、終わってからさ、なんか話したりとか写真撮ったりとか、あのする感じがあんま好きじゃなかったんだよね。そう、キリがないじゃん、もう写真撮ったり。そう、まあいいんだけど、思い出としては。じゃあ早く帰りたい派だったので。そう、いつ帰ったのって後日友達に聞かれるやつ、言われた、帰ってたんだって言われた。思い出にふけって時間が経つの苦手。ないなんか思い出っていう思い出もなかったんだよね、いなさすぎて。学校に行けないんだもん、だって公園がある日は行けないし。そう、キャンプは行ったけど行ってないな、学校行事全然行ってないや。とか思い出が、なんか卒業アルバムとかも見てもさ、ほとんど自分がいないものしかなさすぎて、こんなことあったんだっていう、なんかもうそんな感じの目線だった何もなかった思い出がゼロ。修学旅行行ってないです。修学旅行公園だったの、だから行かなかった。こんばんは。40分になってしまいました。そう、あ、本当だ、もう41分だ。じゃあそろそろ終わりますか。明日は全然10分名古屋なんで早めに寝ないとって感じですけど、そういうわけにはいきません。まだ練習しなきゃなので、さっさと練習をしてお風呂に入って寝たいと思います。ありがとうございました。また明日、明日もライブ終わりにショールームするから、よかったら感想教えてね。まだ終わってもないけどありがとうございました。じゃあまた明日、バイバイ。明日は12時でしたっけ、12時開演と17時だっけ、あんまりちょっとあやふやなんですけど、明日だけど、ジップ名古屋でチーム S のライブがあるので、ぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ。また明日ね。